提出者から趣旨の説明を求めます。森田俊一君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして案文を朗読し、趣旨の説明といたします。新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案に対する付帯決議案、政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、納税の猶予制度の特例措置については、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、事業者に相当な収入の減少があった場合の緊急に必要な税制上の特例措置であるとの趣旨を踏まえ、猶予期間の経過後においては、本特例措置の適用を受けた事業者の事業の状況を十分に踏まえつつ、公平かつ適正な徴収に努めること。2、納税の猶予制度の特例措置における猶予期間の経過前において、新型コロナウイルス感染症の収束状況等を踏まえ、本特例措置の延長の要否について検討を行うこと。3、納税の猶予制度の特例措置における猶予期間の経過後においては、本特例措置の適用状況の把握に努め、国会への報告を行うこと。4、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、さらなる財政的支援の必要性が生じる場合にあっても、我が国の極めて厳しい財政状況に鑑み、中長期的な財政健全化にも十分に配慮し、当該財政的支援の費用対効果も踏まえつつ、客観的合理的な対応を行うこと。以上であります。何卒ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、本案に対し付帯決議を付すことに決しました。この際、本付帯決議に対し政府から発言を求められておりますので、これを許します。財務大臣、麻生太郎君。ただいまご決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、ご趣旨を踏まえて、配慮してまいりたいと思います。お諮りいたします。ただいま議決いたしました、本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。